信長亡き後、力の名のもとに天下統一を成した豊臣秀吉。しかしそれに反旗を翻し、絆の世を作り出さんとする徳川家康。相反する二つの拳が今まさに激突しようとしていた。大した力だ、家康よ。秀吉殿、この力はあなたの言う力とは違う。わしの拳には皆との絆が宿っているんだ。では力であることは認めるのだ。お前は絆という力を持って我を生産としている。力を拒み我の元を去った他ならぬお前が、そう顔をしかめるな。我は糾弾などしていない。むしろお前の成長を喜んでいる。な、お前は成長し理解したのだ家康。力がなくばいかなる望みも叶わぬと。力なくして求める明日は作り出せぬと。そう、あなたの言う通りだ。わしは絆の世を作るためこの力を受け入れた。だがそれでもあなたとは断じて違う。ざれ言よ。わしはこの力を自らの拳が生み出すであろう全ての罪を背負うために使う。どのような罪からも逃げはしない。食材のため拳を振るい続けると決めたんだ。あなたの拳はどうだ。弱気を罪とし、それをただ砕く、いわば断罪の拳だ。あなたは己の罪など決して認めないだろう。罪を認めることさえあなたに言わせれば弱さなのだから。しかしそれではダメだ。ダメなんだ。あがなわれないままの罪は新たな罪を生む。罪が罪を呼び、嵐となって吹き荒れ世を乱す。罪とは、それすなわち過去そのもの。過去を断ち切った我には罪など生じぬ。過去は断ち切ってはいけない。いや、断ち切れない。あなたは過去から逃げている。半兵衛殿の死から逃げているだけだ。貴様、言わせておけば。あなたの中に確かに半兵衛殿がいる。過去を断ち切ってなどいない。その矛盾があなたの力を歪ませ拳を狂わせているんだ。それ以上御託を並べるな。我とお前は相いえぬ。雌雄を決する理由などそれで十分。なあ、次の一撃で決着をつける。勝者。
せ。すべての席はわしが追う。さらばだ、豊臣秀吉。あなたの罪もわしが背負い、天下を滑る礎の絆としよう。